って前回が白黒だったからピンクにしたいんですって言ったら、もう最高に可愛くしてもらいました。最高に可愛くしてもらっちゃった。ネイル可愛いんだって。前回も可愛かったけど、なんか違う可愛さって感じ。今日はブラシクレンザーを見つけたので、ブラシをお掃除していきたいと思います。なんと明日がサマステリハなのでドキドキなんですけど。ネイル見せて、だって可愛いでしょ。ちょっとネイルに行きたいなって女の子がいたら、私のネイルのお店にぜひ行ってください。可愛いです、めっちゃピンクにしました。今日は疲れたらって、お疲れ様。福岡はゲリラ豪雨がすごかったんだよ今日。なんか夏って感じだった。最近はね、あのティッシュをね新しいのに変えてね、ファンの方にいただいたね、ほらティッシュを使ってるんです。めっちゃいい匂いで、そうティッシュ私めっちゃ使うんですよ。だから嬉しいです。朝とか洗顔して、洗顔をした後そのまま俺で顔拭かずに、私はいつも紙のティッシュで拭くんですけど、そうこれでいつも拭いてる。だからティッシュは最近は買わずにファンの方にいただいたものを使ってます。そう、でもこれは海外のやつだったから硬めで、そう硬めなんですけど、意外に使い慣れるとめちゃいくて、鼻かむ時はもう分けてるんですけどね、この鼻セレブのこれもファンの方にいただいたんですけど、もうこれなくなっちゃうんですよ。あとこれ一箱で、これはねありがたくて、ティッシュ系はマジでありがたい。もうでも最後だから、そうなのです。最近はわい絶対に柔らかいティッシュ派です。だってはティッシュはね結構こだわる方はこだわるよね。私こだわりなかったんですよ。こだわり全くなくて、なんか別に何でもいいみたいな感じだったんだけど、意外とこうファンの方がくれてティッシュをそうくれたりして、なんか質の違いがめっちゃ分かるようになって、ティッシュね、そうだからありがたいと思って、やっぱ使えるんですよ。生活用品は本当にありがたい。だけどもう話せればなくなっちゃう。店舗って香港の、そうこれ香港のファンの方が一方送ってくださって、そうこれもねいい匂いですね。桜の匂いがするの、珍しく。ブラシが汚すぎる、本当に嫌になっちゃう。エリエールのウォータープラスだって、それ使ってみたい、ちょうだいそれ使ってみたい。
そういうものも嬉しいですね。私もね、こうやってたまにお掃除をしてね、なんかあんまりね、古いやつをね使うと衛生に良くないんだって。顔にもブラシにも良くないから、もうそんな何もいいことないじゃんと思って、こうやってします。来年の博多誕生会でキキティッシュをしましょう、だって。面白そう、面白そうだけど難しそうじゃない、キキティッシュ。なので、ファンの皆さん、いろんなティッシュを送ってください。4万ティッシュ送ったら私がキキティッシュに強くなるから。ひよちゃん、ご自身の新アーシャの評価は何点ですか、だって。マジ高いかも、85点。なんか顔のビジュアル、なんか顔のむくみ具合みたいなのも踏まえて、あ、本当に、あの、本当になんかめっちゃいいかった。ちょっとその時体重がちょっと落ちすぎてたから、あれちょっとこけちゃってるけど、こけてるってかもいいぐらいのやつ、細さなんですけど、でも可愛い、あの髪色も可愛いし、あれも巻き具合も私が好きな巻き具合にしたし、前髪も好きな長さだし、メイクもいい感じにいったので、すごく1年間くらい使うから、めっちゃめっちゃいい気持ち。あと、お仕事が決まるときってあれで決まるんですよ、大体。あれで発表されたりとか、あれでが世に出回るので、すごく自分の中でも大事な写真で、本当に名刺代わりみたいな感じの写真。 HKT は名刺ないんですけど、ブラシって折れたりしませんかって、しないしないけど、これもファンの方にいただいたこの桜柄のやつとか、そう、これとかもファンの方にいただきました。ありがたい。それだったらファンの方にいただいたものめちゃくちゃ多いんですよね。今日から6期生のね、昇格した子が活動開始というか、活動があれですね、始まるんですね。え、今日からだよね、間違えてないよね。昨日からとかだったらどうしよう。私そういうことめっちゃあるんですよ、把握しきれてなくて。いや、そうよ、本当に確かに納得いってない、アーシャが。そうだから、逆に言うと、アーシャはあのマネージャーさんたちからすごくあの早めにあの来るんですよ、この日にアーシャを取りますって。そうなるから、だからこそやっぱあのめっちゃ引き締まる。前の日とか、前の日とかはやっぱご飯気をつけるし、その日に合わせて行動をするんですけど、私はどうしてもあのその日のね、壁写を撮る前の、壁写を撮る日の朝、あの犬飼いっていう、あのピナとキュウリと3人のあの犬の遊んでた写真があるじゃないですか、あれのあの遊ぶのが入ってしまって、まあ当日ならいいかと思って、そう、当日朝パンケーキを食べて気持ちをね上げてあの行きましたけれども、わあ、なんか泡立ってきちゃった、大丈夫かな、これなんか泡が出てきたんだけど、なんで。そうしたらやっぱ可愛く映ったから、犬飼いの効果もありますからね。
待って、ブラシ掃除終わったかも。意外と早かった。取っ手のところを拭いて、明日はサマステリハをしてからの目撃者公演ってことで、もうできるかなって感じなんですけど、なんか自分の体力を信じて、ちょっとねこれを乗り越えたらさ、また自分も一つねこう強くというか、なんか慣れそうだというか、こういう機会もねあってもいいなと思うので、明日は頑張りたいと思います。マジで体力、明日は本当に体力勝負の一日になりそう。きついよ、きついけど、誰かがこう、ここ点だって、ここ点でした。明日誰かが、その私のここ点は特にね、誰かが出ないと、そう公演がねできないので、そう他のチームの助っ人ですけれども、頑張りたいと思います。誰かがやらないといけないからね、私が頑張ります。でもなんかサマステもそれこそなんか13人ですかね、13人くらいでするから、なんか覚えようと思っても、そのどうせ立ち位置とかが変わったりするから、マジで基本の振り付けを入れるくらいと、あとは立ち位置を覚えても絶対変わるんですよ。だって16人の構成で大体作られてるものを、そう16人で作られてるものを12人にするわけだから、そう、あ、ハートが飛んできた、そう飛んでくるじゃないや12人に戻すわけだから絶対大変なの。だからもうあんまり何も考えずに、明日はとりあえずは構成作りなのかな。だからもうそんな感じだよね。大変そうだけどでも楽しみ。一からこう H でね作るのはまた目撃者公演ぶりだから、楽しみでございます。え、このブラシたちが明日の朝までに乾かなかったらどうしよう。よいしょ、絶対に乾いてほしい。ポジションと振りでどっちが大変だって。私は圧倒的に立ち位置を覚えるのが苦手すぎて、苦手だけど、でもどっちって言われたらめっちゃ難しいね。立ち位置かな。でも冷静に考えて、今まで何曲を覚えられてこれたんだって思って、自分に言い聞かせて、もうこれは頑張るしかないですね。私はもう今までコンサートも公演も全部含めたら何曲覚えてきたんだって自分に言い聞かせて、ちょっともう頑張ってもらうね、頭にも。こんな感じ。めっちゃなんかできるよって、なんかね振り覚えも立ち位置覚えももうね諦めたら終わりなんですよ。もうそこでねピピーって感じ。えイエーイ、ありがとう、なにこれイエーイ、クマロックロックロック、ありがとう。タワーは来てしまった、ありがとうございます。すごかったね今。りょうすけさん、ありがとうございます。ありがたわです、ありがとう。
たまにねメイク掃除をしてね、したらもっと顔も可愛くなるから、きっとこうしてメイクを。この人振り入れが早いなって人いますか？ゆうなさん、マジで早い。ゆうなさん本当に早い、本当に本当に本当に早い。でもそれと3期生さんみんな早いです。みるんさんとかさえちゃんとか、しかも正確なんですよ、めっちゃ。だからすごいなと思うし、なんか目撃者公演の時とかにそういうのめっちゃ感じた。わ、さすが先輩だなって思った。そうね、今日はラジオにコメントしましただって。嬉しい。みんなリノのソラリノリに送ってますか？お便りは本当に本当にお願いしますね皆さん。いや、リスナーの皆さんがいないとラジオも本当に続けてね、皆さん支えられてラジオもこうできているので、皆さんはお願いです。いっぱいラジオを聞いて、これからもね一緒に聞かないとね、盛り上げていきましょう。本当にいっぱいお便り送ってね、本当に本当に、これは本当の話。でもそれで言ったら毎回お便りは本当に読んでるんですよ、ディレクターさんと一緒に。すごくいろいろいいの面白くて、そうあれだと思うことがすごく多いから送ってほしいなと思うし、普通音でもいいのでね。今日誕生日ですって、ザキザキザキおめでとう、ハッピーバースデーザキザキザキ、おめでとう誕生日。8月2日夏生まれなのね、おめでとうございます。みんなもおめでとう言いましょう。いいね、よかったね、この時間だから私もお祝いできて嬉しい。はじめザキザキザキって変な名前だなと思ってたけど思ってたけど、もうここ長いお付き合いじゃないですか、私たちだいぶ私も言い慣れてきました。みんなお祝いして、優しい、本当に本当に私のファンの方優しい方ばっかりで嬉しいです。私もフランも愛だって、うわー大好き、ありがとう。葵ちゃんもありがとう、 BB もコージーもありがとうございます、クジラッキーもありがとう、コージーもパッキュンありがとうございます、葵ちゃんもありがとう、取り立て王子もクシナッキーも、葵ちゃんも、ニコラスも、ノブリも、吉田さんありがとう。ノブリのやつ面白い。ペンギンありがとう。RKP もありがとう。モグパクもかわいい、ありがとう。RKP もありがとうございます。ニコラスありがとう。ザキザキザキおめでとう。あ、なんかミラーボール飛んできた。りょうすけもありがとう。フランもありがとう。あ、てっちゃん、てっちゃんありがとう。私も好きだよ。しゅちょうもありがとう。
もっと本名っぽい赤名前でアカウント作るべきだったらって。じゃあ改名すればいいやん。ちょっとさ、一致させるの時間かかるかもしんないけどさ、改名させればいいじゃん。改名しちゃいなよ。では皆さん、ちょっと今日はこれくらいやることがいっぱいなので、皆さんまたねまたね。ニコラスも可愛い、ありがとう。ネイル可愛いでしょ。みんながみんなはさ、いっぱい可愛い可愛いってくれるからさ、私本当に嬉しい。ありがとう。なるちゃんもありがとう。また明日ね。ほら、改名するかだって。改名改名。まいちゃん、うん、ね、さっきルーム来てくれてありがとう。ではランキング見たいと思います。13位がはしむっち、12位がビンパリー、11位ポカちゃん、10位が吉田さん、9位がニコラス、8位でした8位がニコラス、7位がザキザキザッキー、6位がクジラッキー、5位がアイディパパ、4位がノブリン、3位がアオイちゃん、2位がコージー、1位がりょうすけさんでした。ありがとうございました。今日はコンです。ありがとうございます。ありがとう。8月もよろしくね。ロックロックなすごいタワーをくれました。ありがとうございます。ありがとう。ロックロック、熊ロックだって。ありがとう。じゃあ皆さん、今日もありがとう。明日は本当にいつ配信しよう。終わってから配信するか、もう公演のリハ終わりに疲れたら、多分お家帰ったらすぐ寝ちゃいそうな気がするので、終わらせておこうか。なので公演リハが終わって、公演が始まる前くらいにショールームしたいと思います。なので夕方かな。よろしくお願いします。夕方4時以降とか、4時以降とかね。はいではありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。